ベストマンランド公爵、エイリコ王子は、スウェーデンの王族、グスタフ5世とその王妃、ビクトリア・フォンガーデンの三男、全国王グスタフ6世、アドルフの末帝にあたる。幼少期のエイリック1889年に、ストックホルム宮殿にて生まれる。知的障害と転換を抱えていたが、先天的なものか、出産時の事故が原因なのかは判明していない。 障害の程度は軽く、スポーツを趣味とするなど、身体的には健康だったが、生後感もなく、親元から離され、人里から離れた壁地にで飯使いたちに世話を、されるような生活を強いられるなど、世間からは隠され続け、イギリスのジョン王子との類似性を指摘されることもある。 家族が訪ねてくることは全くと言っていいほどなく、2週間ごとに首都ストックホルムへの観光とオペラ鑑賞をすることが唯一の楽しみという孤独な生活に愚痴をこぼすこともあり、1917年にストックホルムにより近い場所に新居を構えることとなった。しかし、第一次世界大戦終了直前の1918年にスペイン風邪により死去した。 新居に移ってからわずか一年後の悲劇であり、臨終の際には家族は誰も立ち会わなかった。母王妃は息子の死に目に会えなかったことを非常に悔いていたが、兄たちは弟には申し訳ないと思いつつも邪魔者が消えて生成したと言わんばかりの様子だったという、ありがとうございます。